日暮里。12月31日、ついに赤ティンセカンドアルバム出ることが決定いたしました。ギャーイ、イエーイ、ウォー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 。ちなみに今回のタイトルなんですけど、前回フィッシンガーなんてね、お前釣りか歌かどっちなんだよっていうネーミングだったんですけど、今回はディトネーターっていうタイトルにしました。これは雷管とか発火装置とか、そんな意味ですね。直訳すると決してロシア軍とか生化学兵器とかアフロでグラサンとか、あのどっかの映画みたいなあれとは関係ないです。関係ないですからね。一転して釣りが全然関係なくなったななんて思ってるそこのあたたたたたたた、実はそんなんでもないんですよ。長年愛用してる釣り道具にね、そんな名前のものがありまして、タイトル決めるぞってなった時にスパーンと思いついたわけですよ。他にも元の意味にちなんで、今年もいろいろ頑張ったし、4、5年やってて初めて勝てない1位を取ったしこの CD を起爆装置にして来年も頑張りますよって気持ちを込めてます。ではいい加減やかましいと思うので、引き続き収録楽曲の一部をお楽しみください。また偉い人が考えてたドッキリじゃないの。だってクソだらけのこの国では、僕ら庶民に知る権利なんてまるでなくてさ。あなたが抱えてる明日は辛くはないか。僕にもがいてる街に突然を聞かせて、あなたが抱えてる今日は救えやしないか。それでもその方に優しさを乗せたらな、また愛を感じられるだろうか。ボリタイヤクをエスパートを傾いた手と視界、壊れた地上が力目に腐る体内で目を覚ま、人間も掴んだ疑いのない国際この若く打ち壊せ打ち壊せ今すぐに。世界中が全部そなた神様から告げられたって、このくたびれた曲、一曲一曲超頑張って歌いました。もう超頑張ったからね。おっと、
あ、まだ一曲あったわ。ちょっと音量でかいから気をつけてね。この曲いつかリベンジしたいと思ってました。老人誘拐全14曲でした。コミックマーケット3日目にお待ちしておりますん。おりますん。おりますん。あー、盆室あって。